連続ドラマ小説って言うんだっけ？でね、朝の、うん、で結構身の回りっていうかあれだよね、普通のやつやってるよね。そのなんつうんだろう、そんな刑事もんとかじゃなくて。確かに、お前刑事もん好きだから。ドラマっちゃ刑事もんだと思う。いや、刑事もん多いからさ。うん、まあだから。なんつうんだっけ、なんか、そういう。聞いたこともないかな。じゃあ言うよ、答え。うん。ごちそうさん。あ、もう全くわかんないわ。あんちゃん主演なのよ。ごちそうさん？あんちゃんって江口洋介？あんちゃんって江口洋介だ。言いそうですけどね、ごちそうさんってね。言いそうですよね。今日もごちそうさんって言いますよね。だってそうしかないじゃん。あんちゃんってそうです。あんちゃんって言ったら。あんちゃん。江口洋介。もうやだよ、俺。帽子かぶってね。野球をかぶってね。野球をかぶって。今日もごちそうさんっていうドラマ。こんなやつなんだそれ。いやいや、出そうじゃんだって、本当に。あんちゃん。もうやだよ、古くて。もう、おじさん、もうおじさんちゃ、喋ってんじゃん、もう俺。何にも知らない。すげえな。誰、あんちゃんって。あんちゃんだよ。すげえな。あんちゃん。ああ、うん、あんちゃんね。わかったわかった。わかった。あ、その、あだ名とかじゃなくてね。名前ね。俺なんで急に、そこだけ、江口洋介のことあだ名で、あんちゃんって言うんだよ。あんちゃんってあのあんちゃん。主役なのあんちゃんが。どのあんちゃんわかってるよね。いや、知ってるよ。あの女のあんちゃんでしょ。そう。娘でしょ。そう。今忘れちゃったけど、あの娘でしょ、うん、ハリウッドスターの。ハリウッドスターの娘でしょ、名前が全然出てこないんだけど。ハリウッドスターの娘のあんちゃん。あんちゃん、うん。うん。そう。ケンちゃんのね。ケンちゃん、そうそう、渡辺ケンのね。そう、ケンちゃんの娘。はいはい。そう。で、あれよ、アマちゃんがあんな話題になったのに。すごいよかったよ。それ終わった後ってやじゃん。普通はね。ねえ、なのにもう視聴率抜いちゃってんの。ええー。そうだ、すごいな、あんちゃん。すごいね。うん。いやー、すごい。